皆さんこんにちは、町田編集長の塩ポンです。土曜日の日替わりラジオは井上一郎さんと山田玲子さんの3人でお届けします。井上さん、山田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、千葉県のノブラッシュさんからちょっと質問のお便りが届きましたので、それについて3人で話していこうかなと思います。はい。お昼休憩のタイミングはという、お便りでして、お昼休憩はどのタイミングで取っているかを聞いてみたいです。12時になったら行くのか、初当たり票を引いたら行くのか、当たるまで我慢するのかなど。ちなみにノブラッシュさんは理想は午前中までに初当たりを引いてからの休憩で、各編中は楽しみたいので各編中でも休憩したりしますということなんですけれども、うん、この休憩のタイミングですね。お腹空いたら行くぐらいかな。ちゃんと昼だから行くとかいう感じではないですね、私。特別なのが決めてってわけではないってことですね。ないですね。で、ほら、お店にお店、食べ物屋さんがついてるとか、近くにあるとか、いろいろね、はいはい、環境によってあるから、はいはい、ただね、なんとも言えないんだけど、でも、このノブラッシュさんのように、確変のまま置いてご飯に行くっていう勇気はないな。なんか変わってしまう気がして、はいはいはい、なんかが。ちょっと飲み物を買いに行くとか、デモ画面を出すぐらいだったらいいんだけど、はいはい、そんな長い時間離れるのはね、ちょっと心配なの。はいはいはい。なのでそこまでね、ちょっと勇気はないかなーって感じかな、うん。僕は、あれかな、うん、あんまり混む時間に行きたくないっていうのがあるので、うん、1時とか1時半とか2時ぐらいに行くみたいな感じが多いですかね、うん。よく行くホールの近くに食べ物屋さんはあるの？塩ポンは。1店舗だけホールに併設されてるお店があって、うん、ここはよくタイミング見計らって行くことはありますね。うん、私が行くお店はね、最近キッチンカーみたいのが来るようになったんですよ、お店に。だから、それだと、なんかちょっとサンドイッチとコーヒーとか、ちょっと美味しいサンドイッチ、いいサンドイッチね、具がたくさん入ってる系の、はい、ああいうのが売ってたりするんで、それを食べたりする感じですね。あんまり定食屋さんでしっかりご飯とかいう感じじゃなくて、もうなんか軽くお腹に入れて、またすぐ実践に戻るみたいな感じですね、私。あとはコンビニでおにぎり買ってくるとかね、そんな感じ。はいはいはい。なるほどね。井上さんは、はい、その時々、いろいろなお店に行く井上さん。それはあれでしょ、だから、食事休憩ってことでしょ。そう、休憩札使ったりとかってやつやから、はい、それはもう俺ここ数年やってないですね。だから特にスロットのをよくやってた時は、まあ、はい、設定とかもあるし、この、うん、回さないと、ね、そうやめれないから、どうしても腹減ったなとか、あと流れ変えたい時に、うん、休憩札を使うっていうのはありますけど、パチンコに関しては俺、うん、休憩札って使ったことないかもしれないですね。だから、その、すごい負けてて流れ変えたい時に、うん、飯でも食っとくかとか、あと、うん、まあ、例えば出てても、その台をずっと追いかけないと決めてからですよね。だから、一回その台はもう離しますから、うん、リリースするんで、はいはい、要するにその台ずっとキープっていうのはそこまでパチンコに関しては執着ないので、だから、うん、なんていうの、プロでもないので別にこの釘だからずっと一日打つとかも思ってないし、うん、だから勝負決めたいと思ってる時は何回転まで回すって思って打ってるわけやから、うん、それで決着がついてるわけですよ。そこまで回して当たってないとか当たったとかで、当たったらずっと続行するし、でダメだと思ったらそこで一回見切る から、うん、だから基本的にずっとその台に座ってをキープするってことがないので、その癖がパチンコに関しては一切ないから、休憩札使ったことないですね、マジで。思い起こしてもないですよ、パチンコに関しては。
お腹空かないの、いやだからそういう時で、いや空いてたとて、はい、勝負してる場合は別に我慢するし、なんだったらだってお腹なるほど食っちゃったら闘争心なくなりません？ハングリー野生なんかどうでもよくなったり眠たくなったりするでしょ。だからあの判断狂いません？いやそんなこともないけどね、判断く、眠くはなるかもしれないね、確かに眠くはなるかな、はい、だからあんましよっぽど、だから本当に調子悪い時の方が多いかな、その時とか、あの、銀行行く途中とかね、だから夜のご飯を食べてる時がか、で何だったら夜まで我慢しますし、じゃあその間飲み物ぐらいなのね、飲み物ぐらい、飲み物とタバコで十分じゃない？ああそうか、タバコ吸う人はねそれできるかもしれないけど、それぐらい全然重視してないな、なんかハングリーでギャンブなんだなそのだから競馬とかだとね、はい、お昼休みがあるからそこで食べたりとかね、はいはい、ありますけど、パチンコに関してはないっすね。ほんまにないわ。嫁さん全国のホール、まあ、回ってると思うんですけど、併設されてるお店とかってやっぱあったりしますかね。でも最近そんな増えてはいないんじゃない？あるとこはあるけど。そのあとどっちかっていったらコンビニの方が増えてるかもしれないよ。ああなるほど。ああ便利ですよね。コンビニとフードコートというか、ちょっと食べるところがちょっとついてるような、はいはい、そういうお店の静岡とかそんな多いね。で北の方行くとどっちかっていったら、まあそのさっき今山さんが言ってたようなキッチンカー的なやつが土日だけ来るとか、はいはいはい、そういうのが多いかな。やっぱ大変なんじゃないの？パチンコの横に併設しているお蕎麦屋さんとか定食屋さんって。大変そうですね。そうだね。でも土地土地場所場所、あとお店によるんじゃないかね。周りにどうしてもね、お店が食べ物屋が多いところはそういうのはなくてもいいやろし、本当に国道の大きいところのそこ以外車でしかご飯食べに行けないようなところだと併設してついてたりするところもあるやろうけど、だからそれ地方とか関東近郊あんまり関係ないかもしれないですね。なんか私が行くお店はイベントの時に同じようになんだろう、その食べ物屋さんもイベントっぽいお値段でやるんですよ。3と9の日がイベントで、で390円でセットメ、なんかこういいお得なメニューがあったりとかするの、サンキューで。そういうのを狙ってっていうか、今日のサンキューセット何かななんて言ってみて、かき揚げそばか、とか言って、じゃあ食べておこうかなとか、そういう楽しみを作ってる、なんだろう、ホールの併設のお店もありましたね。あとなんかね、キャラクターの名前をつけた、エヴァのキャラクターの名前をつけたカレーが3種類とかある店あったよ。私、写真残ってるかな？写真残って、あ、でも写真載せたらいいのかな？神奈川県の方で、なんか歩いていたらたまたま見つけたようなパチンコ屋さんだったんだけど、そこはなんかエヴァのキャラクターのカレーみたいのがあって、なんかその時お腹空いてなくて食べてみたかったんだけど、ちょっと面白いな、なんかこういう特化したのっていいよね、とか、そういうね、ホールも工夫をすれば、そういう集客もできるのかもしれませんね、食べ物屋さんもね。そうね、そう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 、そんなのはありました。はい、この辺もやっぱ三者三様といいますか。そうですね、そう、信達さんのおっしゃる午前中に当てといてっていうのはね、最高の理想ですね。そうですよね、本当に、ちょっと余裕持ってね、まあこのままあと何年ぐらいすれば今日はプラスだから、カレーだけどカツカレーにしようみたいなことができるじゃないですか、はいはいはい、そういうことだよね。そうですね、
なるほど。こういうおはがきね、私たちもお答えができるから面白いですよね。はい、そうですね。ぜひなんか、常時送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい。じゃあ、今回は読者の野村さんからの、質問にお答えする形でお話しさせていただきました。では、最後にこぼれ話、またお願いしてもいいでしょうか。はいはい。そう、びっくりした話つながりを2つ。今日たまたま中央高速走ってて、で、お気に入りのパーキングエリアでちょっと休憩してて、漫画のネームとか考えたんですけど、ほんなら、大概そういう時ってちょっとだけ長居するから端の方に止めるんですよ、これはね。邪魔にならん程度に。まあ、混んだらそういうことしませんよ。でも今回はそれ俺がよく止める橋よりももう一つ橋に1台車が止まってて、だからいつも俺が止めるようなところに1台止まってて、で大概そういう人って爆睡したりとかしてる人が多いんです、はいはい、トイレからも遠いけどね、別にちょっと休憩するからちょっと仮眠取ろうみたいな。でちょっと見てたら仮眠取ってるわけじゃないんですよ。でなんか針金みたいなのがブランブラン揺れてるんですよ、窓から、よう見たらギター持ってね歌ってたんですよね、なんか車の中で、なんか熱唱してはってへちょっと面白かったですよ。途中でそのギターよ。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録グッドボタンをお願いいたします。